はい、今回はですね、普通免許で牽引が可能なキャンピングトレーラーエメロード 406V エディションプレミアム、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、このエメロード406というキャンピングトレーラーはですね、実は牽引免許がいりません。牽引免許がいるいらないの違いは、このトレーラーの重さが750キロ以下のものであれば、普通免許さえあれば牽引することが可能です。そして今回のですね、エメロード 406V エディションプレミアムには、この夏に必需品になるであろう家庭用エアコンがついたモデルになります。はい、この動画を見ていただくと、エメロード 406V エディションプレミアムというトレーラーが一体どういうトレーラーか、エアコンがどのようについているかというのが分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をですねご紹介しておりますので、ご興味ある方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。通常ヨーロッパタイプのキャンピングトレーラーは入り口エントランスが右側にあるんですけども、今回のこのエメロード406に関しては左側、日本の道路事情を考えた左側に変更されております。そしてアクリル二重窓もスモークタイプ、アルミホイールもブラックタイプに変更されております。外壁もより断熱性能の高い XPF 断熱材というものに日本仕様として変更されております。はい、エントランスドアにはですね、これシューズオーガナイザーがついてますので、ここにですねマットを置いて、ここで靴を脱ぐ方もいらっしゃいますし、脱いだ靴をですねここに引っ掛けることもできますので、ちょっとアイデアですよね。そしてこのエントランスドアの上にはこれ集中スイッチパネルがあります。はい、電源を入れるとこのようになりまして、今のですね、状態を確認することができます。トレーラーのサブバッテリーには電圧 13.4V ありますよっていうのも分かりますし、これはですね水の容量がですねどのぐらい入ってるかっていうのが分かります。で、室内の、電装品を使う場合は必ずこのですねメインスイッチを入れていただくと、中のものがですね使えるようになります。はい、エントランスドア横にはですねキッチンカウンターがあります。キッチンの上にはですねこのように収納スペースがありますので、キッチン関係のものを収納できるですね十分な広さがあるかと思います。そしてこの棚の下にはですねこれ LED の照明がついております。三つ口のガスコンロと水のシンクがついております。はい、調理台のスペースもねあります。そしてこのキッチンのシンクの下にはですねこれ 3way の冷蔵庫があります。で、 3way なので、例えば今これオフなんですけども、100V のね繋いでる時はここでも冷やせますし、あと走行中はバッテリーのマークにねしますし、あとどこでもないところではこのガスでも冷やすことができます。はい、このようになってますね。結構ね広いスペースもありますし、こちらがですね冷凍スペースですね、冷凍スペースもあります。はい、そしてこのシンクの下をですねこのように、スプーンとかフォークだとかをね収納できるスペースがありまして、この下にはですねカセットガス供給器があります。これはですねここによくね鍋とかする時用のこのカセットガス、これをですねこちらに装填してガスを使うことができます。で、このガスに関してはこの冷蔵庫とここのコンロ、このねコンロと冷蔵庫に使うガスになります。で、このガスの供給器に関してはこれ V エディションプレミアムのですね、装備のうちの一つになりますので、これはですねどこに行ってもですねキャンプ場で例えばガスが なくなってもコンビニでもねホームセンターでもどこでもガスを調達できますので、これは非常に便利ですよね。キッチンスペースの横にはこのようにダイネットスペースがあります。これですね実はこのようにコの字シートになってるんですよ。なので3人4人の方がですねここで座ってテーブルを囲んでですねお食事をしたりだとかっていうことができますね。ダイネットスペースの上にはちょっと今物が入ってるんですけど、このようにですね収納スペースもたくさん、ちょっとクッションが入ってるんですけど収納スペースもたくさんあります。そしてこちらの方にはですねこれ警報器がねついてます。これもですね V エディションプレミアムの中の一つなんですけども、警報器がついていて、
そしてこちらにはですね、これタッチ式のですね、これライン照明なんですよ。でこれ長押しするとこのようにね、わかりますかね、調光ができる仕組みになってます。でオンオフもここをタッチをするとこのようにね消えます。はい、そしてこちらにはですね 100V のコンセントがありますので、外部電源をつないだ時はね、そこから 100V が生まれてきます。はい、この照明もですね、ぐるっとこのようにダイナミックスペースを囲んでますので、まあ間接照明の役割をしてますので明るくもできますし、空間を結構ね広く感じさせるね効果にも役立っております。これね、ちょっと色がですね、ウォームホワイトというか、まあ、ちょっと電球色に近い色なので非常にですね温かみのある雰囲気があるかと思います。はい、そしてこれがですね、一応オプションなんですけども、液晶テレビがついております。19インチの液晶テレビがねついてます。これにオプションなんですけど、テレビをつけられるとここにねセッティングされます。はい、このテレビはもちろんこちら側でもですね、ダイネットに座った方がテレビを見ることもできますし、反対側にするとこのようにして後部のねダイネットスペースに座った方でもこちらのテレビをですね見ることができます。それではダイネットベッドを展開していきたいと思います。まずはテーブルテンバーを外し、テーブルのポールをこのように取り外します。次に新しくなったこのエクステンションボードを出すことによって、ダイネットスペース全域にしっかりマットが載せれるようになりました。あとは背もたれ、座面のマットを組み合わせることによってベッドの完成になります。座面マット、背もたれマットも微妙に形状が違いますので、好みに合わせてポジションをチェンジしていきます。完成したベッドに実際に横になってみました。私が2人分寝ても十分な広さがあるベッドでした。このベッドマット、シートのマットはですね、このようにちょっとですね立体成形されてますので、まあ4分割のこのマットを、まあここが少しモコッとなって、ここがフラットになって、こちら側もですね、こちらは少しモコッとなってるので、まあうまくですねこのポジションを組み合わせて、例えばここの腰の部分を少し高くしたいなと思ったらこのようにしたりだとかね、逆にここを低くして頭の方を少しね高くしたいなと思ったら、ちょっとこれ盛り上がっている部分をね、このようにしたりだとかとして、まあ、うまくこのようにですね、組み合わせると非常にですね、寝やすいベッドになるかと思います。実際、ダイネットベッドに横になりながらテレビを見るとこんな感じです。こちらはですね、ダイネット横のワードローブになります。ここにはですね、本来は、ジャンバーだとか着るものをね、羽織物をかけるスペースになってるんですけども、実はですね、ここに、はい。家庭用のウィンドウエアコンがついております。ちょっとですね、やっぱりこのウィンドウエアコン本体がこの中に入ってきてしまってるので、一応ここでねハンギングしてジャンバーとかかけれる仕組みになってるんですけど、ちょっとですねスペースが少し狭まってしまってるんですけども、これはですね、でもこのね暑い夏にはですね、もってこいの装備ですよね。で、基本この、エメロードに関しては、オプションのウィンドウエアコンは 100V の外部電源が入った時のみこのエアコンを使用することがね、可能になります。はい。実はですね、この天板もですね、ちょっとこう加工が施されてまして、エアコンを使う時は、このようにね、できるので、これもねちょっと細やかなこのねインディアナさんのこの作業ですよね。このようにしてやるので、まあ開けっぱなしでもこういうふうに畳んでおけばですね、ここがこう邪魔にならなくてですね、エアコンの涼しい風が、まあ、全体的にねこのように行き渡るようにこういうふうに細工がされてます。はい、そしてこのウィンドウエアコンの下にはこのようにスイッチがあります。これはですねポンプのスイッチと、これソーラーのねオンオフのスイッチになります。そしてこれがですね V エディションプレミアムの装備のうちの一つ、ベバスト製の FF ヒーターのスイッチがここについております。はい、キッチン後ろ側にはですねもう一つのダイネットスペースがあります。はい、こちらはですね2人の方がテーブルを囲んで座ることもできるスペースになっております。
そしてこちらにはですね、まあ、ちょっとしたものをね置ける収納棚と、これオプションなんですけどもね、温度計、そして LED の照明と、こちらもですねフロントのダイネットと一緒で、これタッチ式のこのライン照明がついております。ダイネットテーブルの位置が少し後ろ側だと、このように座りに行くときにちょっと狭さを感じました。テーブルの位置は少しフロント側にあった方がいいかもしれません。シート幅も後部座席の方が少し広めに設計されております。それでは後部2段ベッドを展開していきたいと思います。まずベッド展開に支障がありますので、マットはすべてフロント側に避けておきます。左右のロックを外し、このようにスイングアップして2段目を持ち上げます。マットを止めているこちらのボタンを外し、この板を壁側に持っていきます。そして壁側についているボタンに今外したボタンをまた付け直します。付属のこの落下防止板を取り付けます。あとは収納してあったこのベッドマットを展開すると2段目のベッドが出来上がります。マットがで性能マットがありますので、これとこの落下防止のね柵を取り付けることができます。そしてこの上の段に関しては、実は最大65キロまでのね、重さまで耐えきれますよというベッドですので、80キロ以上ある私はねこのベッドで寝ることができませんので、とりあえず上で寝ることはね断念しました。下段のベッドはフロント同様テーブル天板をこの位置にして、付属のマットをはめれば完成になります。大人の方が一人ぐらいはね寝れるスペースがあるかと思います。でちょっとねこっち側より後ろ後方側の方が少し広めですので、例えばこちらをね足の方にして、向こう側を頭にすれば結構ね割と、まあ、1人ぐらいだったら普通に寝れるぐらいのスペースはあるかと思います。エントランスドア右手にはですねトイレルーム、シャワールームがあります。はい、はい、このようになっております。シャワーコーセットと手洗いだとか歯磨きができる洗面台と、こちらにはですね持ち運びができるポータブルのトイレが置いてあります。トイレの上はこのようにちょっとしたね棚の部分もありますし、シンクの下の方にもこのようにですねちょっとしたものを収納できる棚もねついております。トイレルームにもですねちゃんとこのように換気ができるベンチレーターがついておりますので、こちらをねお使いいただくことはともねできます。そしてこのトイレなんですけども、これ標準装備はこの持ち運びができるねこのポータブル の、このよいしょこのねトイレがついておりますけども、オプションでラップポンというですね自動ラップ式のですねトイレも置くことができますので、もしですねトイレにこだわる方はですねラップポンをここにね置けるスペースがありますので置いてみてはいかがでしょうか。はい、そしてこれ一応シャワーがね混合線があってシャワーを浴びることができるんですけども、このエメロードシリーズに関しては、電気式 100V をつないだ時のみねお湯を作ることができるボイラーがついてまして、容量がですね5リッターなんですよ。で5リッターのですね一応触れないお湯は作れるんですけども、これでですねシャワー浴びようと思うとなかなかちょっと大変ですので、あまりねシャワー使う方はひょっとしたら少ないかもしれないんですけども、まあ今のこのご時世ね手洗いだとか、あとはねこういうトイレを使うことができると思いますので、この部屋もですね有効に使えることができるかと思います。それでは外装をご紹介していきたいと思います。フロントロッカーには V エディションプレミアムの装備の一つ、エバスト製の FF ヒーターの蛍光管がついております。エントランスドアは日本の道路事情を考えて左側にあります。406にはこのように外部シャワー設備がついております。ちょっとキャンプ道具を洗ったり、ワンちゃんの足を洗ったりすることができますよね。
こちらは外部収納庫、鍵付きになってますので、ロックを解除して開けるとキャンプ道具などを積むことが可能です。ただトレーラーにはあまり重たいものを積まない方がいいです。かさばって軽いものであればこちらに収納しても問題はないかと思います。車両右側、窓の間にあるこの小さなドアがエアコンの吹き出し口になります。この真ん中の仕切り板は排出される暖かい空気をまた吸い込まないようにするためのものです。これは外部 100V 電源の取り入れ口です。右側は充電、そして左側はエアコンの取り入れ口になります。車両背面にはサイクルキャリア用のステーと V エディションプレミアムの装備品である Wi-Fi 式バックカメラとソーラーパネルがこのようについております。これは排水タンク、日本の法律上給水タンクと排水タンクがなくてはいけませんので、このように施工がされております。はい、今回のエメロード 406V エディションプレミアムいかがだったでしょうか。今ね、ここに入っていました家庭用エアコンがですね、これからの季節役立つんじゃないかなと思います。最近キャンピングカーやキャンピングトレーラーもですね、リチウムイオンバッテリーだとか、あとこの家庭用エアコンのね、どれだけ使えるんだとかね、何時間動かせるかっていうのが結構話題になってますけども、今回のこのエアコンね、ウィンドウエアコンに関してはインディアナさんはですね、基本 100V の外部電源をつないでる時のみ使えるですね仕様になってますので、オートキャンプ場だとか RV パークで電源が取れるとこだったらこのエアコンをね動かすことができますので、暑い夏もですね涼しく使えるんじゃないかなと思います。そしてこのエメロードシリーズの中にも新しいですね装備品が加わった、車両も今最近ね作られたんですけど、それは今話題のですね、あのリチウムイオンバッテリーのポータブル電源、それをですねこのトレーラーに搭載したモデルもですね発売されてますので、気になる方はですね概要欄の方にインディアナ RV さんのですねホームページのリンクも貼っときますので、そちらからですねチェックしていただければ、ポータブル電源仕様のね車両だとか、あとこのエメロード 406V エディションプレミアムの金額と詳細もね載ってますので、ぜひそちらもねチェックしていただければなと思います。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また少しでもですね参考になりましたら高評価の方と、今後もですねこういうトレーラーとかねキャンピングカーの情報を上げていきますので、少しでもご興味ある方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。